こんにちは、ソンタイロです。今日はですね、一人でチーズタッカルビパーティーやりたいと思います。前回ですね、一人焼肉をやっていたと思うんですけれども、ちょっと一人飯をね、俺も突き詰めてやろうと思って、今日もゆいさんが家にいないんですよ。なんか群馬のね、地元に帰って友達と遊んで実家に泊まって明日帰ってくるみたいな感じで、今日はね、ちょっと群馬の方に帰ってるので、一人で楽しい時間を過ごしてやろうと思います。小さい頃からチーズがあんまり得意じゃなくて、最近ね、ちょっと溶けてるチーズとかピザ用のチーズとか食べれるようになったんで、今まで食べてこなかったチーズタッカルビというもの、今流行ってるじゃないですか、チーズタッカルビ、あれを自宅で作って食べてみようと思います。ということで、材料はこちらでーということで、今回はこちら材料いろいろ用意しました。でちょっとね、いろいろ時間がなかったので材料全部切っちゃいました。こちらキャベツ、玉ねぎ、さつまいも、これが野菜パートですね。でこっちがお肉、鶏肉、今回もも肉をね用意しました。まあ、チーズタッカルビってもも肉だもんね。俺カルビっていうぐらいだから、あの牛肉を使うと思ってたんだけど、鶏肉なんだね。鶏肉を使うということで、調味料とかもいろいろあります。ごま油と醤油、豆板醤、砂糖かな、確かそんぐらいだよね、使うのね。チェックザレシピ、あと唐辛子か、唐辛子と、あとこうピッチーズは用意してるね、チーズ用意してるのと、一味唐辛子が必要なのか。オッケーオッケー、ありますあります。もうこの家にはね、バカみたいに辛いものが好きな人が一人住んでるんでね、七味じゃなくて一味唐辛子がありますから、これを使いましょうか。でどうすればいいんだ、コチュジャン、砂糖、醤油、一味唐辛子を鶏肉と和える。オッケー、今回からこれ刑務所の鍵じゃないですよ、計量スプーン、ついにね、100均で買ってきましたから、大さじを早速使ってやろうじゃないの。ってことで、コチュジャンが大さじ3。前回ね、あの、もやし1キロの料理をした時は、コチュジャンと豆板醤を間違えて使っちゃいましたけど、コチュジャン買ってきましたから、里家ハウスになかったんでね、コチュジャンを買って、チーズタッカルビ作っていきますよ。あー、いい匂い。いい匂いだね。これ、大さじ3も使うの。てか、入んないんだけど。で、なんか、あんまり漬け込んでおかなくていいらしいんですよ。和えるだけでいいみたいな感じだから、ちょっと楽だね。時間がかからなくていいというか。粘り気がすごいから、ちょっと混ぜにくいね、これ。OK、ありがとう、コチュジャン。君の出番は今日は終わりだ。砂糖、大さじ 1.5。前回はワッフルの時に分量間違えたけど、今回グラムじゃなくて、サジだから、1.5 でしょ？だから、4杯半入れればいいのか。醤油大さじ2。オッケー、任して。結構入れるよね。大さじって結構入るよね、意外とね。はい、大さじ2入りました。これだけなんだね。意外とね、少ないね。コチュジャンが味の全てを決めてると言っても過言ではないような味付けだけど、普通にこれこのまま焼いてご飯の上に乗っけて食べたい。絶対美味しいじゃん。ご飯も炊けてますからね、ちょうどね。でもチーズタッカルビってさ、ご飯のおかずにしないよね。わかんないんだけど、どうなんだろう。俺可能であるならば今日ご飯のおかずにしてしまって食べたいんだけど、これご飯のおかずにはならないんだよね、多分。おかずにするよーって人は、おかずにするよーってコメント欄にコメントしてください。教えてください、どっちなのか。私はご飯のおかずにします、私はご飯のおかずにしませんみたいな。最近あのクックパッドじゃなくてラクシルを使ってます。これめちゃくちゃね、いいんだよね動画がついてるんでちょっと便利です。これ鶏肉を焼きます。焼き色がついたら野菜を入れて混ぜ合わせ、蓋をし具材に火を通します。 OK、 じゃあ火をつけましょうか。ホットプレートの火をつけるよ。多分ね、俺勝手な想像だけど、韓国はすごい行ってもご飯がね馴染めると思うんだよね。プルコギとか好きだし、コチュジャンとかそういうの好きだし、焼肉屋さん行ってもコチュジャンだれで絶対焼肉食べるから、キムチとか好きだしね、きっとね韓国行ったら楽しめると思うんで、ちょっとね海外旅行まだ行ったことないんですけど、韓国行ってみたいな。ちょっとね、そこからね、近場から挑戦していくっていうのがいいかもしれない。じゃあ焼きまーす、いくよー。あ、ごま油引いてねえじゃん。ちょ、バカ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 、まあ、これが大事なんやって、きっとギリセーフってことにしとこう。ギリセーフ、危ねえ、気づいてよかった。ごま油持ってきて混ぜ合わせないパターンになっちゃうかと思った。あの、お肉が少ないかな。いや、でもそんなにこれ以上はなくていいと思うんだよ。うわ、めっちゃいい匂いしとる。これ豚カルビとか焼いても美味しいかもね、このタレで。まあ、お肉全般このタレで焼いたらきっと絶対美味しいと思う。まだ食べてないけどね。
だからこんだけ色ついてるからさ、焼き色ついてるか全くわかんないんだけど、部屋臭くなんないから大丈夫かな。帰ってきて何この匂いって言われたらすごい嫌なんだけど、あ、ちょっと焼き色ついてきたね。そしたらじゃあ野菜入れちゃいましょうか。もうなんかね、キャベツはざく切りでいいって書いてあったから適当にでかく切っちゃいました。やばいな、山盛りになっちゃった。大丈夫かなこれ、一人で食い切れるかこんな。蓋をしまーす。はーい、すごい煙がすごいことになってます。この水蒸気なんだけどね。オープン。おー、いいねいいね、結構具材がクタクタになってきたからチーズ入れましょうか。こう真ん中を開けるんだよね、なぜかわかんないけど真ん中を開けてチーズ入れるよね。なんでなんだろうね。入れましょう入れましょう。食えるかな俺チーズそもそも食えるかわかんないんだけど、まあまあ行きましょう行きましょう。よし、ではまたしばらく。はい、ということで多分もう完成したと思うので開けていきましょうか。オープン。パカー、ほう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 。どうだい、最高の飯テロだろう。真ん中のチーズのところもね、いい感じだね。ここね、混ぜれば溶けてくれてるかな。こんな感じで完成でございます。部屋が暑くてしょうがない、もうやばすぎる本当に。人生初チーズタッカルビいただきます。まず普通にいこうか。いただきます。うめえ。あ、キャベツに合うな。チーズインしてみましょうか。チーズインして、こういうことでしょ、こういうことでしょ、チーズタッカルビって。いただきます。おいしいじゃん。これご飯食えるわ全然ご飯食えるな、これうますぎるわ。なんだろう、辛すぎず甘すぎずってとこがいいね。なんか甘辛なちょうど良さがご飯をそそるよね。これだけで食べるんだろうけど、うめえ。よかった、夜ご飯のためにお腹空かせといて。一人ですけどね。ちょっとゆいさんに送ってみようかな。一人でね、タッカルビしちゃいましたから。すごい飯テロだし、すごいなんか嫌味な感じだと思うんだけど、まあいいよね、友達とねご飯行ってるみたいだから。俺だって別に一人で楽しんだっていいもんね。これ美味しいわ。鶏肉入ってなくても俺キャベツとさつまいもだけでも多分すげえ満足できると思う。これこれ野菜が美味しい。なんでだろう、なんか一人になるとこう火を使って周りが熱くなるもの食ってるよね。焼肉もそうだしさ、チーズタッカルビもしっかりだけどさ、なんでだろうね、夏なのに。流しそうめんとかすればいいのにね。お、かけた。なんて帰ってくるでしょうか。え、一人で笑われたよ、笑われたわ。熱い、本当にやばい。お腹いっぱいになってきたけど、結構やっぱ美味しいから進んじゃうよね。ダメだね、これがデブの原因なんだよね。うめぇ、しんどいよ。でも追い飯やりたいよ。はい、完食しました。お腹いっぱいとか言ってるのにやっちゃう。やっぱり楽しみたいよね、最後までね。締めたいじゃん、美味しく。ということでこれで混ぜ混ぜして、スプーンの方がいいか。もうご飯を育てていくからね。別にグルメなわけじゃないけど、やっぱりご飯ってさ大事だと思うわけよ。美味しいものをできればたくさん食べて、限られてるしね、死ぬまでに食べれる。なんで止まるんだよカメラ、大事なとこだったの。まあいいや。お、ジュクジュクいってきた。これなんか炒めご飯ってやっぱいいよね。チャーハンもそうだしさ、ペッパーランチとかのペッパーライスもそうだし、ご飯を炒めたやつってなんでこんなにうまいんだろうね。この湯気がね、もうこの湯気が幸せ。焦げちゃう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 。よし、いただきまーす。米うめー。結局のところ米に行き着いてしまったけど、うめー米。お焦げができたかな。最後の一口いただきまーす、はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。
人生初チーズタッカルビだったから、いやどんなもんかなと思ってたけど、めちゃくちゃうまかった。大好きな味でした。もうこれはまたね、ゆうせんが帰ってきてからもね、ちょいちょいやりたいね。材料少なくて簡単だし、工程も少なくて、まあ混ぜて焼くだけだからね、めちゃくちゃ簡単だったので、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。